はい、FD3S と申します。じゃあ早速続きいきますか。なんかわからんけども、とりあえず大会のためかなんかに、次の島かなんか行くのかな？よう、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ。もらっていいのか？おう、使ってくれ。おう、オープニング出てた方かな、刀かな。それチャップにあげたやつ。気にすんな、あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ、先に行ってればいいんじゃないのか。10年前ユーナはこの村に来た。ブラスカ様のナギ説が始まった年だ。ナギ説？その時からユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって重召喚士になって、そして今日召喚士として旅立つ。初めから一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ出発。おう、はあ、そうか、戦闘になるのすっかり忘れてた。出やがったね。いい練習台だ。その剣試してみ。おい、普通に切っていいんすか。楽勝っすね。そうっすね。ほう、やるね。あいつのスピードについてくか。お前ガードになれっかもな。飛んでるやつは俺に任せな。あー、そういうのがあるのかな。まずは、飛んでるやつ剣とか届かないとかあるのかな。そういうわけではない。あの人は遠距離攻撃とかそういうこと？ちょいと面倒なやつが出てきたな。大したことねっすよ。そう言ってやらかすんだろお前。おう、なるほど。ほらな、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。で、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。属性について、魔法や魔物の性質のことを属性と言います。この世界の属性には炎、氷、雷、水の4種類があり、このうち炎と氷、雷と水はそれぞれに対立しています。ほう。土じゃないんだ。炎属性の魔物には氷属性の魔法が効くし、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点よ。わかった？炎と氷はいいけど、雷と水はどうなってんだ？雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は。わかるでしょ？ルールーさんは黒魔導士なんですよ。なんでそのぬいぐるみ持ってるの？なんだっけ、炎属性、あれ炎属性って言った？聞いてなかった人の話。ウォーターでいいですか？
あ、間違えた。おいおいおい、敵を回復してどうするよ。属性の選択を間違えるとこういうことも起こるわけ。なるほど。全く今人の話聞いてなかった、ごめんね。今のは悪い見本。あいつは水属性だから炎や氷は効きづらいわ。もういいだろう、ルー、スパッと倒しちまおうぜ。全然人の話を聞いてないで。これちゃんとみんなに説明ができたということで。なんすかルーさん、そのポーズ、勝利のそのポーズなんすか。めっちゃ優しいじゃん。この FF 戦闘の説明めっちゃ優しいじゃん。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。は？もういいのか。うん。何？古い習慣でな、島を出る奴はこの遺跡に無事を祈っていく。あの日、チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。とりあえず、祈っとこ。よし、完璧。よし、船行きますか。船だよね、次こそ。あれ、こんな道通ったっけ。通ったか。おー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 、いましたね、そういえば。怒ってる。なんかめっちゃ怒ってますね。なんでえ、ボスなの？あれ、さっき一緒にいた人じゃないの、この人。励ます。あ、これ励ますって何なんだ。あー、じゃあ自分で励ますわ。頑張れ俺。え、お前竜騎士なの？この獣竜騎士なのか。ジャンプ多い、ジャンプ多い。ですかね。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて、あいつもユーナのガードさ。え？私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ、
っていうかあの顔で青年なのあいつ。そっちの方にびっくりだわ。ここもなんかあった。これはあれ見れ、ああなんか書いてあるね。キリカソビーカネルムアラメモ、なんかあるんだろうな。全くもってわかんないけど、この四角いのは何？ただの柱ですって言ってるだけ。まあいっか、とりあえず行こうか。え、ていうかあれ、あの人喋るの？普通にグーとか吠えてるのしか見えないんだけど。なんかでかくない？飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、召喚士様にいいとこ見せてもらおうぜ。バトル中の交代について。バトル中にL1 を押すことで参加していないキャラクターと交代できます。交代してバトルに参加したキャラクターはすぐに行動できます。なるほど。お願いします、ユナさん。初の実戦ってやつだ。一応決めてくれ。修行の成果見せてちょうだい。頑張って。はい。召喚について。バトル中に召喚コマンドを使用することでユーナに力を貸す召喚獣をバトルに呼び出せます。召喚コマンドはユーナのみが持つ特殊能力でいつでも使用できます。お、あ、そういうことか。召喚ユーナだけなんだ。召喚獣はダメージを受けると HP が減ります。 HP が0になるとバトルから消えてしまい、しばらくの間呼び出せなくなります。召喚獣の HP はセーブスフィアで回復します。ああ、なるほど。召喚獣名前変えたら忘れるか。ラッキョイデオ、イデオラッキョ。顔がラッキョみたいだったからラッキョって言ってた。かっこいいラッキョ。まず戦おうをやってみますか。あ、なんか上に書いてあるね。ヘルプ、あ、攻撃を避けやすい。ちょっと待って、ていうか相手の属性ってさ、なんかでわかるの？いまいちよくわかんない。とりあえず撃ってみる。この人は属性なんかあるんかな。属性どっかに書いてあったりするの？とりあえずサンダー打ってみる。これかな。じゃあファイヤー打ってみる。あ、もしかして無属性この人。よし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 。あともうちょい。多分もうちょっと倒せるというか 見たいよね。シューティングレイ、いきます。ラッキョのシューティングレイ。イエー。
強。やったぜラッキョウ。おお、なるほどね。呼び出すとじゃあ召喚獣だけが戦う感じなのか。でかいのが再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。おお、なるほど。さっき言ってたやつ。ああ、ブラインアタック。お、なった。ラッキョいじめすぎかな。とりあえず殴ってみる。弱っ。そんなもんだよね。ウォーターも見せてちょうだい。よしよしよし。だからなんすかそのルーさんのその決めポーズ。あれ、あ、下かな。そういえば MP が、ワッカの MP がないんですけど、大丈夫かな。まあいいか。わあ、わあ、はい、よしよしよし。あの復讐って感じですね。はいはいはい。で、サンダーだったよね。はい、覚えてます。はい、なめ、あ、いい決めポーズ、いい決めポーズ。うん、あまり言うとただのセクハラおっさんみたいな感じのとこ。でこっちか。はいはい。よし。さて、これから新しいとこなのかな。行ってらっしゃい、お土産待ってるからね。ひひ、待ってて。ユナさんは僕のことを忘れちゃやだよ。おお、なんか時間ごとに行く感じ。あ、俺が進んでるから。こっちなんかあったりしない。早く行けっつう話なんだけど。あ、ほら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 、アイテムあるじゃの。こういうの大事だよね。お、行ってくぜおじさん。旅立つ召喚士でエボンの恵みがあらんことを。召喚士の門出を祝して寺院に伝わる品を贈ろう。お、話しかけてみるもんじゃん。本当に行っちゃうのか。これ旅の選別、村のみんなの気持ちさ。あ、本当。わしゃなかんぞ、あーなかんとうさ。あ、お前はくれないんかい。いつかこんな日が来るって分かってたんだけどね。ああ、言いたかったことがたくさんあるのに。ユナちゃんの顔を見ると何も言えないや。うー、海は魔物だらけだ。ユナちゃんに渡してくれよ。おー、ありがとうございます。
僕いい子にしてるよ、約束するよ。これ持ってって父ちゃんからの花向けだってさ。おお、すっごい、みんなありがとうね。ねえねえ、お船でどこ行くの？おお、ありがとうね、みんな。じゃあちょっと行ってくるね。意外と近かったけど、なんかそんな気がするけど、こっから順番に行くのかな。どういう状態？クソ迷惑。おい、こら。はい、操作パート。いいね、ユウさん。あんた、本当は何者で、どこから来たのかしらね。まあ、むしろ、ね、なんで来たんですかね。そういや、何も説明してなかったな。そうっすね。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。で、その前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社はビサイドオーラカの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺にふんなよ。めっちゃ動き早かった。このボール蹴れたりはしない。とりあえず、すごい血筋の召喚師様らしいな。おお、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。ブラスカ様って、まあ、うん、それはわかんない。あ、話したかったの。どう？こんにちは。え、話せないの？ねえ、ねえ。くそ。すごい人気もんだよ。え、こっちじゃないのか。うん、はい。貸さないんかい。そうですよね。ほんとさっきは申し訳ございませんでした。お、鹿。いけ、あ、いけないけ。お、珍しい服だな。なんだ、ずいぶん汚れてやがる。こりゃ、売り物にはならねえか。金持ってるようにも見えねえし。まあいいぞ。あっち行け。ぞ。なんだよあんた。俺は23代目大赤屋。大赤屋？
ち。知らねえか。まあ誰も知らないんだけどよ。ちょっとなんか急にかわいそうになってきた。何？いつか大赤屋の名前をスピラ中に轟かせてやるさ。そうだ少年、俺に金貸さないか。まあそうだろうな。あれ、お金貸すなんか やってくれんの？ちょっと待って。金貸すってか。何が起きるんだろう。いいよ。あー、なるほどね。とりあえず200ギル貸してあげる。何かが起きるのかな。はい、行ってみるもんだな。ありがとうよ少年。大赤屋最高の軍資金にさせてもらうぜ。いずれは何か起きるんだろうな。あ、入れた。あいつ気持ち悪そうだろ。見てると俺も気分悪くなるそうでさ、ここで見ないようにしてるんだ。ああ、船酔い。よし、大丈夫っすか。そうだろうね。気をつけてね。外出た方がいいんじゃない？船酔いの時はね。多分外出て遠く見た方がいいよ。で、こんにちは。作戦に関しては何も言えないぞ。作戦？なんかあんの？立ち入り禁止だよ。作戦用の物資を積んでるんだ。何ですか作戦？甲板に上がったら？ああ。潮風を吸ったら真の毒気も抜けるかもよ。はい。なんかあれ、いや、動力室。ここは関係ない。ひぃ！うわ、なんだこれ。あ、何のこと？ここ、何なんだ。動力室よ、扉に書いてあるんですか。チョコボなんだ。でも、どうして鳥が。珍しくもない、チョコボ動力じゃない。チョコボ？あの鳥のこと？うわ、あんたチョコボ見たことないの？はあ、どこから来たのか知らないけど、世間知らずもいいとこね。ああ、またかよ。旅の間、この程度の驚きはザラだったな。ほう、すげえな。ララ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 ラ。これ何？何？なんかやるの？触れるわけじゃないんだな。チョコボが動力なの。すーげー。あ、ちょっとなんか見ちゃいけないものを見てしまったような気がする。船旅ってそういえばしたことない。まあやらないんですけど、うちは。あれどうやって進むの？もう一回これで行けばいい？そういうわけじゃない。ユーナの親って有名人なのか？大召喚士プラスカ様の娘だ。ジンにご生存があったろ。10年前にシンを倒した大召喚士プラスカ様。ユーナは召喚士として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよルル。完全に人を置いてけぼりみたいな感じだった。じゃあこれで話しかけられるのね。